静岡大学と浜松医科大学の統合再編をめぐり、両大学の学長が今日会見を開き、計画の実施を延期すると発表しました。地域の声、それからあの国全体の動向の両方を見せましたときにも、まあこの、えー、無理にですね、令和四年四月ということを、えー、にこだわる必要はないんじゃないかと。今日開かれた会見で静岡大学の石井学長は。 静岡市の協議会で議論が続いている中で予定通り進めるのは適切ではないと説明し2022年度から新しい大学で学生の受け入れを目指すとしていた計画を延期すると表明しました静岡大学は今年4月統合再編に慎重な姿勢を取るひず和幸人文社会科学部長が新しい学長に就任します 新学長もです、ね、あの学長選考会議との約束で合意書の尊重ってことを言われてますし、私、浜地区大学に期待しているという、まあ、高校生の声も実は聞いてましてですねあの、2022年度に入学できなかった人たちに大変申し訳ないなと思ってます具体的な統合時期は未定ですが、ゆっくり何年もかけられないとしています。